はい、ティーチングプロの塩見です。このチャンネルではゴルフが上達する情報を配信しているので、チャンネル登録の方お願いいたします。内容が良ければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。さあ、今日も打ちながら喋っていきたいと思いますが、やっぱりここの部分をしっかり理解してほしいなと。超超基本的なお話にはなるんですけど、それをやっぱり逆に使っちゃう人多いんですよね。本当に多い。そういう部分について今日はお話をしていきたいと思います。さあ皆さんは、二つの振り子運動と言われて、何を思い出すでしょうか。まあここが本当にゴルフの全てっちゃ全てですよね。そして難しくしてるポイントの全てです。そこの二つの振り子運動をどういうふうに使うかによって、まあ、プロゴルファーたちが説明するの仕方もどんどん変わってくるし、だからこそ、なんかややこしいな、ややこしいなっていう部分になったりするところです。だからトップ選手もその振り子の2つをみんな統一同じようなタイミングで同じように使ってるかと言われれば、若干はやっぱり違うっていうことになります。じゃあ説明していきたいと思います。その、胸、手元、ヘッド。この3点をよく見といてほしいんですが、それを完全一致させながら同調させて動く。こういうことですね。まあ、完全って言うとちょっと嘘になっちゃうかもしれませんが、なるべくズレをすべて3点しないようにズレないように打つ。まあ、究極曲げたくないっていう方向性になると、これは一つのおすすめの感覚にはなってしまいます。なるべくずれないように、ずれないように。こういう感じですね。ただやっぱり、ちょっとクラブの動きが少なすぎて、体が強い方に関して言えば飛ぶとは思いますが、なかなかこれに近いようなイメージをして飛ばせる一般の方っていうと、ちょっと少なくなってくるかなと思います。ということですね。じゃあもう一個、振り子運動が入ってくるのが、クラブだけ分離、ずれるため、まあどんな言い方でもいいですが、とりあえず胸、手元はほぼほぼ同調していますが、ヘッドは縦、横っていうふうに動いているって状態がためですね、振り子運動。こういうことですね。さっきとえらい違いやなとは思うんですけど、やっぱりある程度飛ばす方には、この手首、腕のあたりの柔らかさっていうのは、かなり強く使う方が多いです。全員とは言いませんよ。その割合もどこを強い弱いって言い出すとキリがないので、さっきの一重振り子、一つの振り子のイメージと、ここに分岐点があって、これをどう使うかだけなんですよね。もちろんそこから細分化していくと、まあ、キリはないので今日はそこまでお話ししませんが、今日、絶対に勘違いをなくしてやってほしいことを言います。手元と胸が同調する。まあ、それを同調させる練習器具とかが、この腕を挟んだりとかね、こう、ずれたら落ちるよ的な、とか、締めとくとかっていう練習器具っていうのは、すべて、体の中心と手元の運動を同調させていくための練習器具だと思っていて間違いないです。手元をふにゃふにゃ使おうが、手元を最初のやつみたいに振り子運動を使わなかろうが、なるべくここと手元が、胸と手元が同調してるっていうのはボールをコントロールしていくのには、ほとんどの方重要視していくんじゃないかなと思います。さあ、その中で今日のポイントはもうここのポイントだけです。今のはまあ、ヘッドが分離するパターンと分離しないパターンってあるよねっていうだけの話なんですけど、まあどっちにしろ若干の分離は起こるんですけど、クラブの動きを前に引き出したい。前っていうのはこっちからこっち打つので、こっちが前、こっちが後ろっていう表現で見といてほしいんですけど、クラブ今後ろですよね。こっから前に引き出してます。前に引き出してます。前に引き出してます。こうやって前にヘッドを引き出していく運動をしたいんであれば、手元の速度は落としてください。ちょっとやりますね。
もちろんある程度速度を持って下に落ちてくると思うんですけど、この手元の速度を遅らせるとヘッドがこうやって前に簡単に引き出されます。逆に、まあどこから同調させるかにはよるんですが、ヘッドを前にこうやって引き出したくない時には、手元の運動は減速させないでください。こういうことですね。今のを正面からお見せすると、減速をさせるとヘッドは前へ触れます。減速させずに動き続けるとヘッドは前に引き出されない。まあ、こういう運動が起きないってことですね。じゃあ、今、あなたは、ヘッドを出したいんですか？出したくないんですか？まあ、これ状況によってもいろいろあるとは思うんです。スイングタイプによってもいろいろあるのは知ってますけど、ヘッドを出したいのに手を引っ張る人とか、こうやって速度上げ続けるですね。ヘッド出したくないのに止まってこうやって打っちゃう人とか、ものすごい皆さんこう逆をやる方多いんですよね。じゃあ感覚的にはわかりますよ。アプローチとかで飛ばしたくないんだ、ちゃんと当てたいんだって止まったって瞬間にヘッドが前に出てポンって飛んじゃうとか、逆に飛ばしたいですよね。速度上げたいですよね。もちろんハンド速度を最初上げるってことは間違いないんですけど、飛ばしたいからっていつまでも手振って右飛んだり当たらないトップしたり、結局あれで無理やり当たったところで意外とヘッドが走ってないので飛ばないとかね、そういう要素が出てくるわけです。なので最後にもう一回だけおさらい、ヘッドを前にこうやって前側に引き出したいんであれば手元は減速させるべきであると。ヘッドをこうやって追い越させる動きをしたくないんであれば手元は動き続けるべきであると。別にどれがどうとはその人のスイングとかによってよるので、どっちでもいいんですけど、出す、出さない。こういうことがちゃんとイメージ通りにできてこないとなかなかボールコントロール厳しくなります。なので、手元が唯一の、ここですね、グリップが手元、ここが唯一のクラブとの接点になります。ここのコントロールがめちゃくちゃ大事だよっていうのを皆さん、分かりながら、この速度のコントロールをしっかりイメージ通りにできるようになっていってください。ということで、そうです。僕は結構ヘッドを前に振り出します。っていうのが見えた方はいいかなと思うんですが、ここをちゃんと間違えずにやるようにしてください。ということで今日の内容は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。内容が良ければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。